4月4日水曜日、エスパルス VS 北海道コンサドーレ札幌。そうですね、すごくいいリーグの入り方ができて、いい感じで今進めてこれてるので、これをどんどん続けていきたいなと思います。すごくやっぱりちっちゃい子供からお年寄りの方まで、やっぱり静岡っていうことだけあって、すごくやっぱサッカー熱は熱いなと思います。今スタジアムもそうです、スタジアムすごくやっぱいいスタジアムですし、ピッチ芝もすごくいいし、やっぱそのエスパの応援っていうのもすごく、雰囲気っていうのもすごくいいので、すごく楽しくできてます。4月4日水曜日、エスパルス VS 北海道コンサドーレ札幌。1試合目はまあダービーは良かったんですけど、2試合目にちょっとうまくいかなかったので、そこはやっぱチームとして話し合って、まあ、ルヴァンでしっかり結果残していくのがやっぱり一番大事だと思うので、そこをしっかりやっていきたいなと思います。やっぱりホームでは絶対勝ちたいと思っているので、どんな形であれ勝ってみんなと一緒に喜びたいなと思います。札幌はすごくやっぱりそのミシャさんがになって、すごくつないでくるチームになっているので、それを受けないようにしっかり自分たちでボール握ってやりたいなと思います。やっぱり得点の部分で攻撃に変化をつけたり、ゴールであったりアシストであったりすることを求められていると思うので、そこにもっとこだわってやっていきたいと思います。まあ、やっぱりすごく今はいい雰囲気でやれているのでいいんですけど、まあ、ちょっと勝てなくなったりとか、チームの流れが悪くなった時にガタガタっといかないように、やっぱり僕たちがしっかり喋って自分たちで続けていけるようにすることが一番大事だと思います。ルヴァンカップホームで一緒に戦って一緒に喜びましょう。よろしくお願いします。4月4日水曜日、エスパルス VS 北海道コンサドーレ札幌。